はい、皆さんこんにちは。ハイサイ教会デイビルです。今日も1時間楽しくキリスト教のお話をしていきます。皆さんの身近にありますキリストの教会、教会は近くにあるんだけど、教会ってどんなところ、教会何してるの、教会を誰が行ってもいいのとかね、いろいろ疑問があると思いますけれども、教会はこういうところですよ、キリスト教はこういうものですよと紹介する番組でもあります。はい、今日も素敵なクリスチャンたちと一緒に1時間おしゃべりします。またさまざまなね、聞きたいこと、あるいは、メールでいいのかな、パソコンってあんまりわからないけれども、どうぞコメントをしてください。質問もあったらどうぞ質問してください。はい、丁寧に分かる分はお答えします。はい、パーソナリティは那覇で牧師キリスト教会の牧師をしてます山内です。で、今日出演していただく皆様方は沖縄市にありますユガフ教会のメンバーであります。では自己紹介を。はい、
はい、先週も出ましたけど湯河風協会の現場責任者であります荒木栄一郎と言います。よろしくお願いします。そして、子ども食堂の、食事を作らせてもらっている橋本哲夫です。よろしくお願いします。はい、先週はいなかったんですけれども、湯河風子どもサロンで女性支援をしています、スミス美咲です。はい、美咲さんは一緒にやるのは初めてですよね、多分ね。はい、美咲さんのお話もね、結構ためになるし面白いエピソードがあります。期待してください。はい、以上のメンバーでお送りします。スタッフからはゆきちゃんですね。 FM ひなわん田辺ゆきです。はい、よろしくお願いします。では聖書から雅歌1、ソロモンの雅歌お読みします。あの方が私に口づけしてくださったらよいのに。あなたの愛はブドウ酒よりも心よく、あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛しています。私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。女の中で最も美しい人よ。あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの子ヤギを飼いなさい。我が愛する者よ。私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。はい、アーメンです。今日はね、珍しいところをね、読んでいただきました。雅歌というところですけれどもね、アルキさんはもう進学校も出たからね、雅歌の意味もよく分かっていないと思うね。いや、少し勉強いたします。なんか聖書の中でも珍しいラブレターというような話は聞いたことあります。ね、ラブレター、私はちょっとしかもらったことあるんでしょ。もらったこと一回あります、人生の中失礼しました。最近もらったじゃない、可愛い奥さんから。あ、外国の方でしたけど、ラブレターっていうのはもらってないんですけど、うん、まあそのラブレターに似た言葉この画家に出ている愛の言葉というのをたくさんいただいたでしょう。はいね、アーメン、アーメン。だからね、聖書の凄さをちょっとね、皆さんに紹介したいなと思ってるんです。聖書は当然ね、イスラエルの歴史が中心ですけれども、イスラエルという国で起こったこと、それをそのままね、聖書として書いてありますけれども、もちろん旧約聖書、新約聖書に分かれていますよね。で、新約聖書はイエス・キリストという方を中心としてね、描いています。イエス・キリストがこの世に誕生しました。その後からのが新約聖書であります。なぜじゃあイスラエルなのかということなんだけれどもね、
これも、まあ、クリスチャンだったらよくわかるんだけど、世界の歴史は、イスラエルを中心に動いているというのが、あの正確なんですね。ですから、あの神様がイスラエルという、つまりユダヤ人を選んで、この人間の中心とした、いろいろな国があって、いろいろな民族、いろいろな、あの、まあ、そう人々がいるけれども、その物事の物事というのかね、組織体あるいは何かのものが作られるときは必ず中心になるのがあるでしょう。その人間の世界もそうね。だから人間の世界で中心にするのはユダヤ人だったわけですね。ユダヤ人を中心にこの人間を増やしていきました。そして国々もイスラエルを中心に増やしていったわけであります。ですから世界の歴史はイスラエルの歴史でもあるということなんですよ。で、イスラエルという国がね、どれだけすごかったかということをね、この聖書を見ればわかりますね。聖書は4000年前に書かれた、4000年前に書かれたというんだけど、日本の国誕生して今まで何千年か分かります？荒木さん大学で習ったでしょ習ったんですけど、あの紀元後紀元前あるのでよく分かりますね。あ、そう、美咲さん分かる？ちょっと今一瞬考えたんですけど、日本ができてからってことですか？そうそう、例えば日本を作ったあの最初の方、卑弥呼、邪馬台国ね、これね、大体2600年です。2600年ですよ。うん、日本の本当にね、古事記とかそういう書物で日本のことが書かれ始めたそのね、2600年以内なのよ。ところが聖書はね、4000年も前からこの書かれていた、作られていたということで、で、全人類の非常に中心になるのが聖書であります。その聖書の教えから全世界の教えが流れていったんですね。で、人類の歴史はじゃあ、この間もね、確かどこだったっけ、石垣でしたっけ、ゆきさんね、古代人が出て遺跡が出たでしょ。あれがね、もう何億年とか言うんだけど、実際に測定方法にね、大きな問題があってね、あれは。人類が誕生して6000年ですよ。アダムとエバから始まってね、6000年しか経ってない。でも、日本の自分たちの歴史とこう聖書と比べていくとね、聖書を中心としたユダヤ人を中心としたこの歴史というのがどれだけすごかったかというのが分かる。それをね、なかなか私たちは一つの宗教だと言って勉強しないわけ、ね、だから非常に残念だなと思う。この聖書は、ですから、歴史あり、詩編といって歌あり、箴言といってことわざあり、戒めあり、先ほど読んだ画家、恋愛ありということでね、私たち人間に必要なものすべて収められているのがこの聖書なんですね。で、聖書は大昔から2000年前に書かれた新約聖書、それを含めてね、全然変わることない。教えはもう全然変わらない、一貫しているということ。人間の教えって変わるでしょ。わずか100年前と今の教えも全然違う、ね、戦前と戦後の教えも全然違う。ところが聖書は全然変わらないということでね、この聖書をぜひね、皆さんが読んでいただいたらいいなって思う。わあ、こういう人生ってあるんだというのをね、多分体験しますよということでゆきさん一曲書きたいね、先ほどのものから。
あのもうすっぱちなんですか。いや、それは当たってるよ。物理的に言うとそう。だけど、人間には霊があるよね。うん、霊は瞬時に取る。これがね、キリスト教の面白さでね、例えば、ダザロという人にね、あの死ぬでしょ。4日目に腐れるように、おとぎ、あの、ゆで上げる、熱くなる。で、腐れてるダザロ、死んだダザロを墓に入れられたダザロに、イエス・キリストがダザロに出てこいって、すぐ出てこい。だけど、人間の細胞が瞬時にあったらしい。1秒。言葉だけで新しく腐れていた細胞が新しくなってすぐできる。これがね、キリスト教の奇跡、何でもできる神の技。うちでもほらライアンさんが来たじゃないですか。電話でとかアメリカからヨーロッパにね、そうそう、ヨーロッパ電話で癒したっちゃう。2017年ってことは、この西暦2017年は西暦2017年っていうのはイエス様が死んでからっていうことだって習ったんですね。でも生まれてからですね。生まれてから2017年って世界中で使ってますよ。ってことはキリスト教が中心じゃないですか。そう、あのキリスト教の前身はユダヤ教、つまりユダヤ教が中心、完成させたのがキリスト教、誕生したのがユダヤ教。じゃあそれなのにどうして少ないんですか。クリスチャンってなんで少ないんですか。世界からすると一番多い。ここが少ないだろう。日本を比べて異常に少ない。中国は1億人。あ、じゃあ別にアジアの国じゃなくて日本が少ないですか。まあ、アジアの国は大体少ないけど。あ、そう。うん。なるほど。次、イスラムが多いね。で、仏教。あ、ヒンズー仏教。日本、特に日本は沖縄。超少ない。超少ない。台湾よりも少ない。今日でもどっかのエホバの証人、5人ですよ。アミンで、アミンでしたよ。はい、ハイサイ教会デビルです。皆さんの身近にあります教会を紹介する番組です。私はパーソナリティの那覇で牧師をしてます山内です。ハイサイ教会デビルはもう、4年ぐらいになりますかね。 FM 講座で始まりました。講座の名前出していいよね。そして宜野湾にできたんでね、まあ、近くがいいだろうということで宜野湾に移ってきて、スタートはね、あの教会のキリストの教会の牧師さんたちを招いてね、それぞれの教会を紹介していったんですよ。で、牧師の皆さんにね、どうしてクリスチャンになったんですか、イエス・キリストを信じたんですか、で、どうして牧師になったんですかというのをね、いろいろ質問して、その方のクリスチャン人生をね、証ししてもらったわけであります。最近はどんどんあの人気がないのか、牧師さんたちが出演しなくなって、荒垣さんと二人でやるようになって、私が時々しか出なくなってゆきさんと荒垣さんがやるようになってね、はい、まあ最近からまたね、なんとか出ようかって言ってね、出ている次第で、その時に、まあ、荒木さんと橋本さん先週出てもらって
今日は美咲さんにも出演していただいている次第であります。美咲さんの方ね、ちょっと照準を当てます。ネットで見てる方は私の顔が映ってないので、まあ良かったという人もいればいや残念だなという人もいるかもしれませんね。はい、ということでね、美咲さんと橋本さんと荒木さんが、スクリーンじゃなくて、これなんて言ったらいいのかね、ツイキャスに映ってます。ツイキャスに、ユーストリームには全員映ってます。あ、ユーストリームは私も映ってるの、はい、じゃあユーストリームで見てね皆さんツイキャスじゃなくてね、まあ、美咲さんはね非常に面白い経歴を持ってる方で、誰でもちょっとアップでもできるの、アップではできないかハーフの方なのかな、ミックスの方なのかなと一瞬ね、間違うほど、でも純粋に東京です。生まれですよね、はい、江戸っ子ですよね。江戸っ子です、うん、どうも ゆきさん、そう見える前に一度会った、はい、番組でお会いしたことあるんで、うん、うんうん、第一印象はハーフみたいよね、うん、ゆきさん見たらあ泣いちゃうだってすぐ分かるんだけど顔が薄いんでい色白くて美人だから、まあ、沖縄にね、こう沖縄に来ました。沖縄に来て、困ってる少女たちといった方がいいか、あるいは少女だけではなくて国際結婚をして困ってる人たちをね支援するようになっています。私はだいたい口が悪い牧師なんで、沖縄のアホな女の子たちが多すぎて、ただアメリカ人と結婚すればいいんだっていう方が多すぎて、そういう方々にね強く強く警鐘を鳴らしている、そしてなおかつ支援しているのが美咲さんよね。私もね美咲さんの話を聞いてね、なんで沖縄の女の子たちこんなに頭悪いのかね、尻が軽いのかねと思ったんだけど、こんな言葉使ったら怒られる、ね、だって言葉英語わからなくても結婚する人います。英語がわからなくてもというよりはもうほとんど英語わかんないです。つまり話できないということですね。話できなくて、うん、このiPhone とかのスマホのこの翻訳アプリでメールをするのにほとんどがもうそれを使ってるので、直接的に会って会話っていうのはもうほとんどできてないと思います。ああでしょうね、うん、いや本当そう思いますよ、うん、でまあちょこちょこと私も牧師しながらこういう方と接触するじゃないですか、うんうん、わーって思うもんね、うん、よくこういうまあ語学力というの、日本語も分からんのに外国の方と結婚するなというのが、ね、ある、まあ、そういう方々をでも見捨てることなくね、ちゃんとを支援していっている、相談にも乗ったりしてね支援しているのが美咲さん、ウーマンズプライドという、ね、団体を立ち上げているわけですけれども、でもクリスチャンにやっぱなるとこういうものの見方って違いません？やっぱりちょっと哀れみ助けてあげようかというどうですかね、やっぱり同じような相談を一人の人が何回もしてくるので、ええ、もう常連さんみたいのもいるんですよだちょっとそういう方は、うん、困りますね。あ、治らないんだ、はい、治らないというか、その時の痛み、苦しみ、悲しみは忘れますね。それだけアメリカ人男性がいいんじゃないですかね。そうかもね。アメリカ人男性は一応慰めることはできるよね。やっぱりこの日本人男性の口から、日本語にしろ英語にしろ日本人男性の口から出ないような言葉を、恥ずかしくてこんなの出せないよっていう言葉平気で言いますから、
そういう言葉、うん、その言葉に弱いんだね。だと思います。うん、で聞き慣れないし、うん、あとはそのアメリカの文化とか、うんうん、アメリカのこのものとか、うん、そういうものにとても憧れて、はいはい。うん、で沖縄にいながらアメリカを味わえるみたいなとこもありますかね。うん、ああそうなんでしょうね。うん、でも。こういう人が増えてくるというのも問題だしかわいそうではあるね。うん、何よりもかわいそうなのが子供。そうですね、うん、ですよね、うんうん、まあ、子供のことも考えながら本当は結婚してほしいなと思うんだけど、ね、うんうん、まあ、あのクリスチャンの視点からまたねこれからどん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 見ていくと思うんですけれども、今進学校行ってますけど楽しいですか？進学校はもう楽しくてびっくりしてます毎週、はい、今ね国際大のまた、まあ、弁護士、資格を弁護士に挑戦していて、国際大の、大学院ですね、大学院ね、はい、行っていらっしゃるから、あまりにもこの同じ学校でもギャップがあるでしょう。全く違いますね。なんかもう行った初日からもう全然違くて、まあ、大学院で勉強してることとか大学院の決まりとかルールとはもうまた全然違うものがあって、うんうん、大丈夫かなって、私逆に大丈夫なのかなって思いましたけど、でもそれはそれでいろんな方たちがいて、うん、とても楽しいです、うん、はい、ですよね、うん、キリスト教というのは非常に不思議でね、はい、立法という、まあ、ひっくり返せば法律なんだけど、はい、それはなぜか立法っていうんだけど、はい、その立法が非常に厳しい面がある、うん、で、まあ、旧約聖書の時には厳しかったですよ。浮気したらもう石打ちの刑だからね、うん、でイスラムはまだそれが残ってるでしょう、うん、イスラム教も やっぱり元はお父さんはアブラハムというのが一緒だからね、その一緒だからそのまま規則を子子孫孫代々ね受け継いで生きて、うん、非常に厳しいところがあるんですよ、うん、だから目には目でしょ、うん、殺されたら殺せ、うん、っていうね、それまで許されている、うん、そういうのがキリスト教の、まあ、ユダヤ教だね、ユダヤ教の教えですよね、うん、でユダヤ教からイエス・キリストがこの地上に来たあとキリスト教が誕生するわけですよ。でキリスト教になると今度はね、目には目じゃないよね、歯には歯でもないし、頬を打たれたら殴られたらなんて言ったっけ荒木さん、反対の方を出しなさい、うん、右打たれたら左を出しなさい、打っていいよって言ってね、仕返しするんじゃないんでしょう。だからキリスト教になったら許せになっちゃったよね、うん、だからね、この許せがまたこれ超拡大に解釈されて何でもいいようになっている。で進学校もね、まあいい加減だよねいいよいいよ、そうですね、何を教えてもいいよと言わんばかりのね、うん、学校なんだけれども、うん、そこになぜ行くかというと、やっぱりね、ある程度いいことも教えるわけよね、うん、基本的なことも教えるわけですよ。行かないよりかは行った方がいいと、ね、どうせ家でテレビ見るよりかは、うん、まあ、クリスチャンだからこの聖書の勉強もしてみようか、まあ、様々な牧師たちがいるから、その牧師たちの聖書感もにも触れられるし、人生クリスチャンとしての人生もね、その証を聞くこともできるからということで言ってますけれども、まあこれからですね、美咲さんはさまざまな働きを拡大させるために将来牧師になってもらわんと困るわけです。アメン、美咲さん、昨日教会でね、うちの礼拝やったでしょ、新しい人来たよね、青年が。新しい寝てた、紹介するとき。ええ、橋本くん。橋本くん寝てた。いや、起きてました。起きてたよね。
沖縄の方ですけど、アメリカに行って、まあ、いい会社に就職して、うん、で沖縄にいる頃からクリスチャンで、つまり中学生頃からクリスチャンで、まだ24歳の、ね、うん、青年で、うん、その方が、まあ、いい会社いて、また次本社アメリカ、アメリカからどっかに派遣、外国に派遣されるらしいんですけどね、そのための、ね、里帰り、一時帰国でしたけど、その方ね、結構、まあ、英語もペラペラあってね、うん、だからあなたの仕事素晴らしいけど、将来多分社長になりたいと思ってるはずだけど、一番いい仕事教えようね、牧師になっ て、うん、牧師になってね、その魂の救い、それが最高の仕事だよ、うん、って言って、できたら来週も来ますって言ったけどね、うん、来てくれたらいいなって、もうでも近々また外国に、ね、行くと言ってましたけど、うん、だから本当よ、美咲さんぜひね、牧師目指してほしい。まあ言葉悪いけど、荒木さんも目指してるんだからそうですよ、私もじゃあ頑張ります、はい、頑張ります、今のでちょっと、はい、自信が私はなんかね、反面教師でやることがあるんですよ、ね、皆さんね、ヨガ風教会にね、こういう荒木栄一郎さんってね、すごい方が、もう人生のいろいろな体験をして、人生の縮図だね、この若さで。若いんです、ありがとうございます。若いよね、51です。まだ人生半分しか終えてないさ、うん、あと50年、49年あるから100歳まで、はい、ね、そのついこの間まで、国際結婚もしたことあるしね。したことしたことしたいです、現在進行中ですでも奥さん逃がしたん、一時帰国して、はい、一時帰国物、ね、はいいようです言葉って助かるねでもクリスチャンになって人生随分変わったよね。いや本当に変わりましたよ、クリスチャンになる前で、ま、なる前は本当詐欺師で、ね、自己中で、そうそうそう、今でもまだ全部解消されてないですけど、今詐欺師って言ったけど、証券とかさ、先物やってる人みんな詐欺師って呼んでいいよね。ある意味そうだと思いますよ世の中騙される方が悪いよねでも騙す方も悪いですそうだよね。で昔は騙す方だったんだ。そうです、儲かればいいって、もうどんな嘘ついても儲かればいいっていう感じです、うん、損するのは相手だし、そうそう、そういう考えだったんです、ね、運が良ければ相手も儲かるわけよね。でもね、先物の場合は最初だけ儲けるんですよ、お客さん。儲かるようにするの？そうそう、例えば1000万預かりました、うん、で1週間経ったら1200万になりました、200万ボーンと持っていくんですよ。詐欺じゃん。でそれでこれだけ短期間で儲かったんで、あと5000万入れてください、6000万入れてください、お客さん入れるわけですよ、うん、そういう手口でした。人間欲深いから乗るよね。そうです、そうだと思う。お年寄りの皆さんさ、日本のお年寄りの皆さん結構金持ってるじゃん、ね、でこれだけ金あって年いって、もうちょっといい儲けの話ありますよと言ったら大概乗るんだってよ。年取ってお金貯めてどうするのよって聞きたいけど、例えば新聞の記事があるんですよ、うん、今これから原油が3ヶ月後に上がりますよ、そういう記事を出すわけですよ、うん、そしたらもう新聞載ってるからっていうことで信じるわけですよ。なるほどね、想像つかないですね。荒木さんがそういうことしてたって全く想像つかない。今の荒木さん見てるよね。だってもうこの手ですよ、うん、方法は儲かってさ、毎日酒飲んで少し頭がプッツンだったんだいやでも本当投資っていうのは全部が悪いとは言いませんけど、かなり
リスクが高いので牧師に相談してくださいそうよね、オレオレ詐欺とかね、そういうものを儲け話なんかにね、本当に引っかからんでほしいね、うん、私もあのメール、いたずらメールかかってきて、うん、見てもないのにアダルトビデオ見たみたいな感じで請求来たんですよ、うん、これやってないなと思っても、うん、警察にすぐ持って行ったら、うん、その電話番号マークされてました。あ、へー、警察もちょっともう情報入ってたんだ、ね、そういう悪いのがいるんだよね、その悪い方だったんだね、昔はですでね、クリスチャンになりまして教会に行って変わりましたということであります。はい、これがクリスチャンの魅力でもありますよ皆さんね、教会行ったらね、どうぞ食わず嫌いにならないで、ね、いやまずあの教会来てね、教会ってどんなところって本当に皆さんね、体験して見に来てほしいなって思います、ね、そうするとね、あ、教会ってこういうところかって、聖書こういうものなんだ、またよく外国で作られるキリスト教の、まあ、キリスト教だけじゃないよね、キリスト教がポチポチと出てくる映画なんかもね、よく理解できるようになるでしょう。アメリカの映画というのはあのだいたいキリスト教が聖書が登場するの多いですよね、あのクリスチャンじゃないけれどもね、そういうところでもね、日本人が私はあのためになると思うんだけどね、教会に来たら、まあ、変な教会に行ったら大変だけどね、エホバの証人とかモノミノ党とかモルモンとか統一教会も、ああいうところに行ったら人生終わりますよ、ね、そうじゃなくて本物のね、皆さんの身近にあるキリストの教会を訪ねてみてください。ということで、あの荒木さんでさえここまで人間が変わっていく。騙す人が騙される人になるぐらい、ね、アーメン。可愛い女の子に騙されたもんね騙されそうになったんだけどね、騙されたの。いや、お互い様。あ、お互い様ね。はい、一曲聴きたいな、貴様。はい。知恵という知識というものをね、どれだけ浅くて儚いものかというのが分かった。で、聖書に没頭してみると、進化論ってもう本当にこうバカがしか信じないもんだろう。学者たち、世の中のリーダーたち、あ、みんなバカなんだな。だから、まあ、大体ちゃらかしていくんだけど、でこれ、あ、僕らは死んで終わりじゃないんだというのが分かる。死んだらどこかで生きないといけない。天国に生きるか地獄に行くかしかないというのが明確に分かったんで、もう、まあ、あの世界に、元の世界に戻ることをしなかった。何度かに戻ろうと思う。前の世界楽しいだろうなのに、何で作っても平気だしね。本人次第だし、お金次第だし。金があれば、まあ、大体はできるよね。自分の夢、欲望も。で、それが人生だと思って。逆にも営業場で聞いたんで、成績、取れればいいですよ。もうガターンとしたらもう本当なんですか、
言葉遣いが怒られたり、もう自動的にこうやめさせるようなあれ持っていかれる。だよね。で、弱いものは切り捨てられて当たり前って、うん、そういう考え方だったのね。最初の作物会社でも、福岡に行って、北九行って、熊本行って、天気にせよ。で、最後福岡して戻されて、もう居場所がないような感じになってしまって、もう辞めざるを得なかった。僕らのこの見える肉体の人生というのは長くて痛くない。だけど霊の世界というのがあって、肉体もあるわけですよ。天で暮らせる体がある、地獄で暮らされていけない体がある。それが分かる。それは永遠に続く。期限がない。人間の人生期限付きですよね。それをね、理解したとき、キリスト教ってすごいなぁと。その辺がイスラムとの違い、仏教との違い。で、無学な人たちがも分かる、この意味、聖書です。全部開くなってるし、すごいですよ。それと愛というものがね、大体クリスチャンになる前の愛というのはほとんどね、エロスの愛です、ね。このエロスの愛も大事、とても大事だけど、エロスの愛なくして人は好きになれないしね。だけどそれだけじゃなかったんだというのは愛というの、犠牲の愛があるという、で愛には4つあるというね。そういうのもやっぱこの聖書で分かりました。聖書で教えられる。で、終わったら始めるんですか。これでした。CM が。そうそう、これが、これになってる。そうそう、これが。人間が残虐になれるのもなぜかという意味がある。その人間自体が悪いんじゃなくて、そこに働く悪の力、現実に悪がいる、天使がいれば、サタンがいる。だからその辺はね、もう仏教がも分からんし、もちろんイスラムがも分からん。もうクリスチャンの世界だけしか分からないね。うちの子供たちもチャンバラみたいにやるんですけど、ボンって危ないんですけど、テレビゲームとかテレビの時も、大きい、そういうのがサタンがある。じゃあ、そうそう。ハイサイ教会デイビルです。皆さんの身近にありますキリストの教会を紹介する番組であります。先ほどからね、おしゃべりしてます。沖縄の言葉で言うとフリユンタクって言うんですよね。ちょっとアホな人たちが喋ってることをね、何の益にもならんような、まあ、ちょっとおかしいお話をしていますけれども、
人生は楽しくおかしく真面目に、ね、真理に真理を持って生きていくというのが大事よね。イエス・キリストというお方さ、とても冗談好きでしょ。でまた弱い人大好きでね、悪い人大好きでね、その強欲な人のところによく食事に行ってるんです。聖書で言う、まあ、今で言うと日本に当てはめるとヤクザの親分とかヤクザの家とかに行ってね、そこで楽しく飲んだり食べたりしてる。だからイエス・キリストの姿を見ると非常に堅物じゃないんだな。人間は飲んで食べておかしく楽しく生きていけばいいんだなというのが教えられるんです。それで真理を知ればいいとね。橋本君はあんまりお酒飲まない、タバコもしないというね。そうですね、自分はもうお酒もタバコもちょっと常識から考えたらおかしい話で、うん、20歳ぐらいにやめてるんですね、うん、でやめたきっかけもやっぱ自分の欲望で、結局お金目当てな感じでやめたんで、うんうんうん、はい、それでやめてもう真面目になろうと思ったんで、なかなかやめることはできた、ね、はい、酒タバコをやめたけれども、はい、なかなか真面目に、そうですね、その辺が全然治らなくてですね、はい、でも教会に来てだん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 、そうですね、はい、治るように、はい、良くなってきました。そうですね、はい、徐々にですけど、はい、ね、少しずつ少しずつ、はい、本当に一歩、ね、一歩、はい、で一歩ちょっといいところまで来たら落ちて、そうですね、はい、転がっていったりね。そうですね、それもすごいところまた登ってくるって、はい、ですね。で今は楽しいじゃないですか。そうですね、はい、やっと居場所を見つけれたかなと、うん、はい、ユガフ教会っていいね。そうですね、はい、子供たちの子供食堂もやってるし。そうですね、はい、うちのアイドルもいます。あ、私です。マドンナさんがいるんですね、はい、そうなんです。ユガフの波江さんって言います、はい、そうなんだ、はい、じゃあ次からユガ風の波江さんって。あ、もうそれで結構沖縄市では皆さんが知ってます。、はい、でも美咲さんのキャラクターって少ないよね。少ないですね。いやでも橋本さん、荒木さん、うん、那覇の八島さん、多分4人の中では一番男性ですね、多分。間違いなく一番男性だと思います。でしょうね、はい、西久くんとか忠介くんたちが一番恐れるもん。ね、震えるぐらいでもない。まあ、私は鉄の爪の女性と言ってるけど、鉄の素敵な爪やってるね。はい、まあ、こういうねキャラクターの美咲さん、本当に素晴らしい働きをしてます。真剣にクリスチャンって考えるようになったのもここ 2,3 年ですか。そうですね、洗礼を受けては実はちょうど今年で10年なんですけど。10年で、うんうん、でも小学校の本当に小さい頃から、うん、毎朝本当にその主の祈りとかをやるようなちゃんと学校に行っていて、うん、でちょうどこう沖縄に来てからいろいろとこうアメリカ人の教会行ったんですけど、うん、なんかちょっとこう違うなっていうのがあって、うん、で、まあ、出たり入ったりして、うん、それからちょうど2年ぐらい前ですかね、うん、まあ、とある人の紹介で那覇のベタニアに行った時に、うんうん、なんか主の祈りっていうのを一番最初にやって、うん、あ、なんか懐かしいなっていうところからだったんですけど、なんかもうちょっと変な言い方すると逃げられない状況になったっていうか、今日もう本当に教会から出たり入ったりして期間10年空いたんですけど、今回ばかりはもう湯河府教会で逃げられないなと思ったのは、もう今年のラミレスさんの時あたりから
もう私はもう学ぶ環境がこんなに皆さんがこう羨ましがるぐらいの学ぶ環境、クリスチャンとして学ぶ環境を与えてくださってるっていうことはもう逃げられないなっていうことですかね。でもあの僕らは偶然って信じないです ね、うんうん、ね、クリスチャンは信じません。ただあの神様が一つ一つ全てにおいてご計画していて、その中を泳がされているだけ。ただ泳ぐ場所はちょっと違ったりするんだけど、ですからおそらく美咲さんに神様の計画がある。それをそろそろ、働いてもらおうかなと。おそらくね、天の父なる神様はそうだと思います。多分聖書にあるよね、全ての営みには時がある。もう時がある、時がある。ちょうどまあもうそろそろ美咲さんの時だなって神様は思ったと思うね。だから逃げられないようにね、ここあの扉して、ここにも扉して、ここにも扉して、出口が一つしかないと、あるいは行く道が一つしかないようにしたじゃないかなと思うね。でもね、あの沖縄にクリスチャンって本当に少ないんですよ。結局 0.5%1% ですと143万だから14万3300人ぐらい、まあ、それの半分 0.5 ですともう7、8000人ぐらいしかいないということになるわけ、その7、8000人のクリスチャンだけで美咲さんナンバーワン得意な方だと思う。何が得意かというと、あの、まあ、はっきり物言うしね、そういうクリスチャンって少ないですよ。だいたい中にはあの思いと口と表情違うというね。美咲さんそうじゃないもんね。言わないと伝わらなくないですか。あ、そうなんですよ。そんなでもね、ちょっとあの遠慮したりおしとやかにやろうかとか、人からどう見られるんだろうかとか、考えるのは日本人じゃないですか。だからはっきり物言えないっていう、白黒もつけきれない、まあなんとか あやふやに生かしていつか解決できればいいかな、というのがある。特に教会の世界そうなんですよ。そこでね、どんどん切り込んでくる美咲さんが。だからね、進学校困ってるはずよ。あの先生方の中ではもうね、いや体験してごらんよ、来年またすごい、まあ、あの先生方変わるでしょ、多分その先生に伝わっているわけよね。私も質問攻めで大変なんで、進学校の先生よろしくお願いします。そうよね。でも質問しないといけないし、質問しないと勉強もできない、された人はなお勉強しないといけないわけですよ、自分が質問をすることによって私が分かってないっていうことが相手に伝わるじゃないですか、っていうことは私分かってるっていうふうに教えられてしまうと、私の時間の無駄し相手の方にも時間の無駄になるので、質問をすることによって荒木さんには私が分かってないっていうことをぜひ分かってほしいというか、そういうところがやっぱね、あの日本人離れしてるよね。そうですね。そうですか。そうですか。だからね、まあ、美咲さんのおかげでみんな勉強するようになりました。ということをね、期待したいなと思います。残り2分ね。はい、じゃあ荒木さん、はい、今日の感想。いや、本当うちの湯河風教会の奈美さんがいらっしゃって、とても楽しく、できました。本当ありがとうございました。はい、橋本さん。そうですね、楽しい時間が過ごしてたことを感謝します。ラジオに出られたっていうの面白いじゃない。そうですね、はい、これからもよろしく、はい、よろしくお願いします。毎週ですよ、もう、はい、お願いします。感謝します。はい、ということです。美咲さん、何か一言どうぞ。大先輩の荒木栄一郎さんにこれからもいろいろ教えていただきながら、はい、
あのクリスチャン生活を充実させて頑張っていきたいと思います。はい、アーメン。ハイサイ教会デビルでした。お祈りします。天皇の父よ、このように FM 議論でハイサイ教会デビルの番組を今日も持つことができました。ラジオを聴いている皆さんの上に神の祝福豊かに注いでください。何よりも私たちの心に平安安らぎを与えてくださいますようにお願いいたします。またラジオを聴いている皆さんがあなたを救い主として信じ受け入れ永遠の命をもらうことができますように、神様あなたが働いてくださることを願います。今日も一日素晴らしい一日、まああと少しですけれども一日となりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆さんありがとうございました。さようならです。来週お会いします。来週会えるかどうかわからん。ありがとうございました。さようならです。